お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？次世代型 GRX6 魚雷。目標を外さない世界に誇る日本製の魚雷技術とは？をお送りします。さて、魚雷とは、魚系水雷の略称であり、目標艦船へと水中を航行し、搭載した爆薬によって破壊することを目的とした兵器です。第二次世界大戦においては、水上艦艇や潜水艦、航空機などに搭載され、水上艦艇に対する代表的な攻撃兵器でした。現在においては、水上艦艇に対する攻撃兵器としては、ミサイルが主に使用されています。水上艦艇や航空機が、水上艦艇を攻撃するために魚雷を搭載している例はほとんどありません。水上艦艇や航空機が搭載しているのは、潜水艦を攻撃するための小型の魚雷です。しかし、魚雷は過去の遺物ではありません。潜水艦が使用する主要兵器は、現代においても魚雷のままです。潜水艦に搭載されている魚雷は、水上艦艇や航空機に配備されている魚雷と区別して、超魚雷と呼ばれます。一方、潜水艦を攻撃するための小型魚雷は、単魚雷と呼びます。当然、大きい超魚雷の方が、大きな破壊力を持ちます。潜水艦が搭載する攻撃兵器には、他に潜水艦発射型ミサイルがあります。潜水艦から発射する追根ミサイルが魚雷よりも重視された時期もありました。しかし、先進国においてミサイルに対する防御装備、兵器が発達すると、再び魚雷が注目されるようになっています。それは、発射された魚雷を回避することが極めて困難だからです。潜水艦は高い隠密性を持ちますが、対艦ミサイルを発射すると、高度な対空レーダーを備えた艦艇が、これを直ちに探知します。そして、艦艇に搭載している対空ミサイルやシウスによって撃破できます。同様に、高度なソナーを備えた艦艇は、発射された魚雷を直ちに探知できます。しかし、魚雷を破壊することはできません。魚雷を破壊するための魚雷すなわち、対魚雷魚雷あるいは、迎撃魚雷は、多くの国で開発が進められています。しかし、対空ミサイルほどの信頼性があるものは未だ配備されていません。対艦ミサイルは、破壊することによって攻撃能力を喪失させることができます。しかし、魚雷は、破壊することによって攻撃能力を喪失させることができないのです。魚雷への対処方法。魚雷に対する対処法はあまり多くはありません。代表的な対処法は次の2つです。1、デコイ。2、そもそも発射させない、近づかない。海上自衛隊の護衛艦や潜水艦には自走式デコイが搭載されています。自走式デコイは発射されると艦艇と似たような音を発しながら航行し、敵の魚雷を音響的に欺瞞します。敵の魚雷は、護衛艦より大きい音を発するデコイを護衛艦だと勘違いします。魚雷波デコイによって翻弄され、護衛艦は守られます。しかし、この方法は、高度な判別能力を持った魚雷に対しては無力です。デコイの直径は約15cmに過ぎず、護衛艦との大きさとは比べようがありません。当然、音の発生源となるプロペラスクリューの大きさもかなり違ってきます。詳しくは後述しますが、日本の GRX6 魚雷のような高度な判別能力を持った魚雷は、敵のデコイを見破り、確実に敵を撃破します。デコイによる魚雷防御は不確実なものです。対艦ミサイルは、直接撃破することによって確実に対処できますが、魚雷はそうではないのです。ちなみに、敵の攻撃を破壊することをハードキル、デコイや電子戦でごまかすことをソフトキルと呼びます。潜水艦から発射された魚雷のハードキルは困難で、ソフトキルも不確実なものです。そして、魚雷に対する確実な対処方法とは、
そもそも潜水艦に近づかないことです。やや消極的に感じますが、デコイと比べたら確実な方法でもあります。艦隊が進出する海域に高い対戦能力を持った艦船や航空機を前進させ、敵の潜水艦を発見し、撃破します。近づかないとは言いましたが、敵の潜水艦を排除した海域に進出すると言い換えてもいいでしょう。あるいは、敵の潜水艦がいないと判明した海域に進出すると言えます。海上自衛隊航空部隊が運用している B3C、B1 対潜哨戒機や SH-60 キロ哨戒ヘリコプターは、このように、艦隊を潜水艦から守るために配備されています。敵潜水艦に対する対処法は多数ありますが、発射されてしまった魚雷の対処法は限られているのが現状です。18式の優れたセンサーと起爆装置。GRX-6 魚雷と双竜型潜水艦のコンビネーションは、この2つの対処法を超えて敵艦船を攻撃することが可能です。GRX-6 という名称で開発された魚雷は、2018年に18式魚雷として正式化されました。まず、18式魚雷の能力を説明しましょう。18式魚雷には、新型の複合センサーが搭載されています。これは、従来のアクティブソナーに加えて、低周波のパッシブソナーや目標からの音響を画像化することで、目標の大きさを、形状を識別する画像センサー、海面や海底面からの距離を検出する境界面センサーを複合したものです。画像センサーは、魚雷から扇形に異なる周波数の音波を発することで、敵艦艇からの反射音を取得します。それをデータ処理し、目標の画像を入手。おとりと艦艇の大きさは当然異なるので、欺瞞音に惑わされることなく、敵艦船を確実に撃破することができます。敵のデコイを無力化することが可能なのです。これを防衛装備庁では DCCM と呼んでいます。日本語に訳すなら対魚雷欺瞞対抗手段といったところでしょうか。魚雷に対する欺瞞、妨害への対抗手段です。境界面センサーは魚雷の上下に設置されます。海面との距離を検出することで敵艦船の艦艇を発見し、効果的な位置で魚雷を起爆させます。これら、高性能化した複合センサーによって、魚雷のホーミング性能は大幅に向上しました。また、沿岸海域や旋海域では、海底が艦船からの放射音を反射するため、複雑な音響環境となります。18式魚雷は、このようなホーミングが難しい環境でも、敵艦船を適切に探知、追尾し、効果的に攻撃することができます。また、新開発のアクティブ磁気起爆装置も開発、搭載されました。魚雷は、敵艦船の艦艇直下で爆発すると、より大きな被害を与えることが知られています。以前の磁気起爆装置は、敵艦船の持つ磁力を検出し、目標へ最も近づいたタイミングで起爆するものでした。アクティブ磁気起爆装置は、装置内部に電磁石を設置し、その磁場が敵艦船との距離によって変化することを検出します。この方式では、船の磁気量に影響されず、適切なタイミングで起爆することが可能です。なお、海上自衛隊などでは、定期的に船体の磁気を除去する掃除を行っています。船体の磁気は時間とともに増加し、掃除によって減少します。アクティブ磁気起爆装置は、敵艦船が生じした磁気に影響されず、適切な位置で起爆することが可能です。また、小さなデコイには反応しないので、おとり対策にも有効ですね。対舷型と双竜型。この18式魚雷の搭載を予定しているのが、双竜型と対舷型潜水艦です。双竜型は、基準排水量2900トン。水中排水量4200トンの世界最大級の通常動力型潜水艦です。対舷型は、双竜型をやや大型化し発展させたものです。双竜型にはスターリング式非対機依存推進システムが、対舷型には、高性能のリチウムイオン二次電池が搭載され、どちらも、
水中で長く活動することができます。また、双流型、海原型では、フローティングデッキ構造が採用されています。これは、音響的に、船内と船体を切り離すことで、騒音を低減させる構造です。さらに、船体全体に吸音、反射材を装備し、高い静粛性を実現しています。具体的に、どれだけ静かなのかは、軍事機密ゆえ詳しいところはわかりません。しかし、隠密性の高い日本潜水艦から発射される高性能な18式魚雷が敵国にとって脅威であることは間違いないでしょう。魚雷用の新型動力も開発中。18式魚雷は高い性能を持ちますが、日本はさらなる高性能魚雷を求めて研究を進めています。現在、行われているのが静粛型魚雷用動力装置の研究です。潜水艦は魚雷発射時の音や魚雷の高層音によって自らの存在を暴露してしまいます。敵艦はそれらの海中雑音を探知し、魚雷を回避するためデコイを発射したり、発射元の潜水艦を撃破するため対戦ロケットを発射したりします。世界的な軍事研究、開発の傾向を考慮すると、将来的には艦船の探知能力や対戦能力はますます向上するものと考えられています。これでは潜水艦は魚雷を発射できても直ちに反撃を受けかねません。日本が研究開発を進めている静粛型動力装置は魚雷が放射する雑音を低減することでこの事態に対応するものです。敵艦船は魚雷が十分に接近するまで静粛型魚雷を探知することができません。当然、デコイが発射されてから航行する距離は短くなり、デコイの有効性は減少します。発射された魚雷は長い時間航行した後に発見されるため、発射元の潜水艦の位置特定は困難となります。この研究は2015年から行われており、試作や各種試験が2022年までに行われる予定です。研究期間は18式魚雷の開発期間と重なっていますが、試験終了が2022年の予定のため、18式には静粛型動力機関は搭載されていないものと考えられます。2014年頃、18式魚雷には水素、酸素燃焼タービンが搭載されると噂されていましたが、それがこの静粛型動力機関なのかもしれません。2022年に機関の開発が終了し、20年代後半にはまた新しい魚雷が正式化されるかもしれません。さて、ご紹介した18式魚雷について日本国内ネットの反応を見てみましょう。日本ネットの反応。これは日本の宝です。機密保持をお願いします。酸素魚雷から始まった日本の世界一の魚雷技術水準は伝承されていますね。伊達に、戦前、世界で唯一酸素魚雷、93式魚雷、95式魚雷の開発に成功したわけじゃないんですね。音響、映像化て、まるでローレライシステムだよ。最強かどうかは実戦で示す必要があるが、願わくばその機会が来ないことを願う。サイバー攻撃による情報漏洩にも今以上に気をつけてほしいですね。イージス艦などに比べれば潜水艦は地味ですが、これこそが日本が世界最強の海軍と言われる存在ですからね。技術は高くても数が少ないのが日本。技術にあぐらをかかず常に備えましょう。開発期間が長く、開発費もしっかりかけた国産魚雷は最高の性能だ。89式18式に続く魚雷開発が隣国への抑止力になるよう願います。敵に気づかれず一発必殺、まさに海の忍者だね。忍者は日本の伝統戦術だから当然か。
いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、18式魚雷と体芸型のコンビネーションが抑止力となって、日本の平和が守られたらいいですね。また、18式魚雷に搭載されると噂されていた水素酸素燃焼タービンが、次の新型魚雷に搭載されるのではと個人的に考えています。これからも、海の技術研究、開発に注目する必要がありそうです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。